ジェン君、今日も夏日です、もうエアコンはフル稼働していますが、それでもここがね、日が当たる、窓があるので結構暑いです。左側暑くて右は涼しいというところになります。そしてちゃっかりと涼しいところ、ここ少し風当たるしね、まあ、ちょっと経ったらスイカに行くよね、きっとね。はい、ポンちゃんはなかなか利口な猫です。ジャン君、なんかお水飲んだ、こっちおいで、あいで、あいで、ジャン君、ジャン君、うん、おいでおいで、来ませんね。じゃあ後でね。どうした？ジャン君どうした？ジャン君ちょっと朝風呂入ってくるね。行ってきます。はい、ジャン君、ポンちゃん、生配信が終わったらなんかぬるぬると出てくるんだね、君たち。ジャン君、ポンちゃん、はい、今ですね、この夏に向けてこのカーペットをきれいにしています。そして竹のカーペットに切り替わるんですけれども、これ頂き物のカエルの顔をしたこのこういうやつ、カッポンカッポンとうちでは呼んでいるみたいですが、これね、もうこれ3回目ですけど、見てみましょうか。ほらすっごい取れるの。こんなの目に見えてないんですよ。ちゃんと掃除機全部かけたし、綺麗になっている。あれ？カエル？あ、カエルくん。ごめんなさい。カエルついてる。はずなのに。おっとっとっと。はい。見えてないんだね。とりあえず、もう一回掃除機もかけて、このようにしてですね、きれいにしています。はい、ゴミ箱ちょうだい。まあ、とにかく闇雲にやるしかないね。人間の目には見えない猫の毛がここにはあるようです。はい、あ、降りられた。はい、ジャン君来たね。ひんやりしてます。はぁ、あ、ジャン君テーブルを置かなくても降りられたね。お利口さんだね。はい、竹のカーペットに切り替わりました。これで夏仕様ということです。はい、はい、ポンちゃん、なんかちょっと変わったでしょ。はい、はいはいはい、ぐるぐるぐる、ポンちゃん
ちゃんいい子よね。ん？なんか足がしんやりするんじゃない？ぷんちゃん。はい。ぷんちゃん。はい。足ひんやひんや。気持ちいいね、ぷんちゃん。いい感じらしいよ。また？いいね、ぷんちゃん。してますでも背中向けたまま待ってるんだね私の方からは顔が見えるよ。うん、そうだけどね、うん、首を曲げてそっかかわいい。ちゃんくん、ぽんちゃん待ってる姿もかわいい。チュール食べたいな。食べたいなね。はい、ぽんちゃんです。ジャン君です。はい、じゃあジャン君持っててあげますよ。おいしいね。急いで食べるから吐くんだよ、ジャン君。ゆっくり食べな。ゆっくりお食べ遊ばせ。誰も取らないから早い。ジャン君は袋からあげた方がいいかな。うん、でもね、チュールだけ食べてるときはそんなに吐かないんだよね。その後カリカリも食べちゃったりとか、うん、さっき吐いちゃったのはあれね、おやつのね、ささみのなんとかささみ、なんだっけ、フリーズドライのささみ、うん、美味しくってね、食べちゃったからね、ちょっとゲボっちゃったのね。はい、きれいに食べた。ポンは残ってるよ。ポンはいいの？やっぱポン残ってる。これ食べたら少し休憩ね。休憩ね。カリカリ食べないようにね。はい、いったな。はい、ごちそうさま。ごちそうさま。美味しかったね。よいしょ。ぽんちゃんもごちそうさまね。はい。ちょっとぽんちゃんの